皆さんはご存知だろうか？のび太のママが美人なことを。え？美人？そりゃあ不細工ってことはないだろうけど、特別美人って印象もないんだよな。いや、そんなことはないんだぞ。のび太のママは意外と美人だし、美意識もかなり高いのはご存知だろうか？というわけで今回は、実は美人、美しすぎるのび太のママに迫る、だ。イケメン基準こそ作りだと思うんだけどな。というわけで今回は、実は美人なのび太のママを解説していこう。では早速、と言いたいが、そもそも美人か不細工かなんて主観的なところが大きい。そこで第三者に評価をしてもらいたいが、作中ママを見た目で評価するのはパパかのび太しかおらず、パパがママを不細工というはずがない。そこで息子であるのび太はママをどう見ているのか？コミックス32巻、福はロボットでは、この日、のび太は怒るママをおだててなんとかしようとしたのだが、やめてママ、その美しい。というほどでもない顔が、しわくちゃになるじゃんか。見るに耐えないよ。バカだねー。実にバカだね。と、お世辞であっても美しいとは言えず、シワも多いと評価しているのだ。まあ自分の母親なんてそんなもんだよね。そう、でも本当に美人ならスネ夫みたいにママを褒めることもあるし、一概に全ての子供がそうではないのだが、まあ我々の主観的なところも合わせると、シワなども年相応、顔も普通といった感じだろうか？では実際、ここからのび太のママは美人なのか？について見ていくと、コミックス1巻プロポーズ作戦では、諸事情により12年前のママに会いに行くと、12年前のママだ、あれが、と、ドラえもんが驚くような別人であり、今のママとは全然違う顔なのだ。ママ別人すぎるだろ。そう、現在のママとは全然違う顔であり、うぷ主的にはとても美人に見えるのだが、実はメガネをかけてみると、と、今のママそっくりの顔になるんですね。絶対メガネない方が美人やん。そう、ママはメガネさえ外せば美人なのだが、コミックス3巻お話バッジでは、メガネを外したママが登場すると、と、メガさんのコミカルになってしまい、とても美人とは言えない姿になっちゃうんですね。ああ、こうなっちゃうのか。そう、なのでママは一般的に美人な印象がないのだが、本人曰く、コミックス15巻こっそりカメラでは、お化粧をしているママをこっそり覗いてみると、不思議ねえ、誰にも言われたことがないわ。こうしてニッと笑うと、池内純子そっくりだと思うんだけどな。と、当時の美人女優に自分はそっくりだと思っているらしいのだ。ただ、のびドラには笑われていましたがね。ちょっと過大評価すぎたのかしらね。うむ、ただママ自身の美意識は高くてだな。例えばコミックス2巻階段ランプでは、と、のびドラはのっぺらぼうと勘違いしているが、パックで顔の保湿をしているし、コミックス1巻お世辞口紅では、これ高かったのよ。ちょっと派手かしら。と、ミニスカのワンピースという、アラフォーなのになかなかに攻めたオシャレをしており、コミックス3巻、着せ替えカメラでも。ねえ、ちょっと見てよ。このお洋服素敵だと思わない？思うけど、今、お金がないから。と、こちらでもオシャレな服でしかもミニスカ、ママはかなり見た目を気にしているのだ。子供が小学生だと、自分の服装とか結構適当になりがちだけど、ママはオシャレにもかなり気を使ってるんだね。そう、しかもその美意識は食の方にもよく出ており、コミックス26巻、オモカルトーでは、いやだ、また1キロ増えてる。晩ご飯も抜かなくちゃ。と、体重を気にして食事を抜いたり、藤子 F 不二雄大全集8巻、伸び縮みスコープでも、食べると太るから、という理由で食事を抜いたり、コミックス41巻、ふんわりずっしりメーターでも、と、無理なダイエットを1週間も続け、非常に機嫌が悪くなっていたり、コミックス18巻、のび太が九州まで走った、でも、パパがルームマラソンを買ってくると、私もこの頃太り気味だから、と、痩せたいという理由から、ルームマラソンを使おうとしているんですね。このように、ママは普段から肌のメンテ、服装、ダイエットとかなり美容に気を使っており、実は陰ながらとても美意識が高い女性なのである。こうやって言われてみると、かなり気を使っている方なんだね。そう、なので12年前のママなどを見るに、現在もとても美人でスラッとした女性なのは間違いないのだが、いかんせんメガネが絶望的に似合っておらず、その評価は美人とは言えない感じになっているんですね。全てはメガネのせいなのか。そう、そして外してもギャグ的にメガさんとして表現されることが多いから、なかなか美人と気づかれないのよね。そういえばママっていつからメガネをしているんだろうね。これはある程度推測はできて、コミックス7巻、ママのダイヤを盗み出せでは、諸事情により、まだママが小さかった時代にのびドラが来ると、まだ近眼になっていないんだね。と、目が悪くなる前のママの姿があり、体格的にのび太と比べると未就学児ぐらいであり、母に抱かれる姿なども見ていると、年相応に可愛らしいこと言えるだろう。だが、ここから約10年後、コミックス43巻、のび太が消えちゃう？では、セーラー服を着てメガネをかけるママがおり、パパが恋するぐらいなので、当時高校か大学ぐらいであろう。つまりその頃には目が悪くなっており、メガネをかけると今とあまり変わらない印象なんですね。なるほどね。
つまりその頃から隠れ美人みたいな感じになってたのね。うむ、そういうことだな。ただ、アニメではそうでもなくてだな。実はアニメでは時折ママのメガネが外されると、メガさんではなく美人として描かれることがあるので、ここからは、アニメで描かれる美人なママを追っていこう。どういう風な感じなんだろ、お願いします。では今回は、ママのメガネが外される瞬間を年齢順に迫っていこう。まずは幼少期、2010年5月7日放送、昔のママは伸びた？では、これは兄折だが、先ほどのママのダイヤを盗み出せに近しいところがあり、同じような時代に伸びたが昔のママに会ってみると、と、年相応な可愛らしい子なんですね。まだどんな子でも可愛い時期だね。うむ、そしてこれは2022年5月21日放送、ママのダイヤを盗み出せでも。と、今度は当時のアルバムを見ることができ、やはり可愛らしい女の子として描かれているんですね。そして原作では、ここから一気に高校か大学まで進んでしまうんですが、実はアニメでは小学生の姿も描かれており、小学生のママなんて見れるんだ。そう、それは1994年12月9日放送、ママは小学5年生では、とある事情により、今度は5年生になるママの姿をタイムマシンで見に行くと、そこには可愛らしい女の子が。いや、伸びたクリソツじゃねえか。もはや女装した伸びただろ。そう、もうこの頃からメガネをかけており、その姿はまるで伸びたそのものなのだが、その後いろいろあり、ママのメガネにひびが入ってしまい、仕方なくママがメガネを取り外すと、とんでもない美少女だったことが判明するんですね。マジか。そう、これにはのび太もびっくり仰天したわけなんですが、実はこれ、わさドラでも小学生のママが描かれたことがあってだな。現代だとどうなってるんだろ。それは2015年11月5日放送、ママ、小学生になるにて、この回、風に飛ばされたタイム風呂敷で、ママが小学生に戻されてしまうのだが、その姿が、と、やっぱり美少女として描かれているんですね。普通に可愛くて草。そう、なのでのび太も小さくなったママに全く気づくことができず、ママは親戚のたまえとしてのび太の前に現れ、のび太の隠し事を言わせるぐらい親密になってるんですね。これがママだとは思えないわな。そう、という感じにメガネを外すと美人なママは、大人になるとどうなるのか。それは2009年5月22日放送、のび太のプロポーズ作戦にて、ここでは原作同様、パパとママがプロポーズした日にタイムマシンで行くのだが、この回はデート前のママの姿も描写されており、デートだから、メガネは外していくか。と言い、メガネを外してみると、と、相変わらずめちゃくちゃ美人なんですね。もうメガネやめろよ。うむ、ほんとメガネが絶望的に合ってないんだよね。ちなみに今回、この姿を見たのび太は、うわ、意外に美人、と言っており、かつて美しいというほどでもない顔といった男の言葉とは思えないのだ。彼いつかの回で母親のことでメキンとも言ってたしな。うむ、そんなのび太でさえママは美人と思えるお友達なんだな。ちなみにこれ、2017年11月3日に再度リメイクされた、プロポーズ作戦では、と、やっぱり美人なんですね。可愛いのにもったいないよな。そう、という感じにママは小さい頃から結婚前までずっと美人さんなわけだが、もっと年を取った現在はどうなのか？実はこれがわかる回があり、それは2019年11月16日放送、ベルサイユのママにて、この回、ドラえもんの時空間入れ替え機のせいで、昔のベルサイユに迷い込んでしまったママ。そんなところに、トロッコ遊びをしていた貴族が現れ、ママは衝撃でメガネを飛ばされてしまうんですね。そして裸眼になったママはどうなったかというと、と、普段のママとは全然違う美人顔になるんですね。美人は健在なのか。そう、しかもこの美しさが貴族の目に留まったのか、なんと求婚までされてしまうんですね。すげえ。まあもともとこの貴族が女遊びが好きなのもあるが、とはいえママもう38歳だからね。38歳で求婚されるママ強すぎだろ。うむ、ベルサイユ時代の38歳なんてもうおばあちゃんだからね。それだけママは美人だったんだろうね。というわけで美人なママは異常になるのだが、実はママがこれだけ美人だと、息子であるのび太も時々かっこいい瞬間があるんですよね。うそー、のび太さんの顔はもっと面白い顔よ。と、なりそうだが、そこは違うんですね。のび太は道具で顔を良くしようとしても、そこそこな顔にしかならないのだが、それはやっぱりメガネがあるぜ。あ、もしや、そう、例えば映画、ドラえもん新のび太の大魔教では、あれ？意外と悪くない？そう、メガネを外すと意外とスラッとした顔立ちをしており、決して面白い顔なんかじゃないんですね。他にも映画、ドラえもんのび太と緑の巨人伝では、と、少し寝起きではあるが可愛らしい顔をしており、実はこの親子、二
二人して絶望的にメガネが似合わない顔をしており、メガネを外すと美人、美男子という特徴があるんですね。そんなところまで見たのか。うむ、ほんと二人して顔は良いのに、近眼で全てを失った悲しい親子なんだな。というわけでこれにてのび太の顔立ち、そして美人なママの解説は以上にするぜ。ママは昔から玉子という名に恥じぬ、玉のように可愛らしい女の子で、幼少からずっと美人なのだが、小学生の頃から近眼が発症し、絶望的なまでにダサいメガネをかけているので、全く美人という認識がされず、息子ののび太でさえ気づいていなかった。だが、ひとたびメガネを外せば貴族も振り向くほどの美人であり、息子であるのび太でさえ気づかないほどなのだが、残念ながらギャグ漫画という性質上、メガさんになることがほとんどで、誰にも気づいてもらえない残念な美人さんになっているのだった。だが、そんな中でもママは日夜美容に励み、子供が生まれても一人の女性としての美しさに磨きをかけているのだった。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。